こんにちは、ボンちゃんです。今日は飴色玉ねぎを紹介したいと思います。まずは玉ねぎをだいたい 520g くらいペーストみじん切りしていきます。できたらこれを3回に分けてレンジでチンします。 700W で8分です。レンジでチンすると 220g にまで縮みます。そしたら5分炒めていきます。油を注いで炒めたらふわっと炒めていきます。これ普通は30分かかるらしいので、5分でできるのは全然かもしれないですね。だんだんと綺麗な色になっていきます。5分経つとこんな感じで綺麗な色になって完成です。これは本当いろんなものに使えるので、ぜひお試しください。ありがとうございました。